皆さんこんにちは。産経ワールドビューの時間です。産経新聞大阪政論室長の小島真一です。本日私とこの番組を一緒に進行していただくのはおなじみのジャーナリスト井上和彦さんと、そして大高美希さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。今週はですね、今大きな問題としてクローズアップされ始めた中国の、いわゆる、民族弾圧、人権侵害について、取り上げます。特集で取り上げます。今、中国のいわゆる民族弾圧、人権侵害が、大きな問題としてクローズアップされ始めています。ウイグル、チベット、そして南モンゴル、いわゆる内モンゴルでは一体何が起きているのか。そんな中、いわゆる新疆ウイグル自治区と呼ばれる地域におけるウイグル人への弾圧は各国でジェノサイド、民族大量虐殺と認定されるまでになってまいりました。メディアが真実から目を背け真正面から向き合うことを避けてきた中国の人権弾圧について、ウイグル、チベット、南モンゴルの皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。まずはですね、お二人にこの中国の民族弾圧をどうお感じになっているかっていうのをお尋ねしたいんですけども、井上さんいかがでしょうか。あの先々週もね、日本は中国とどう向き合っていくかという特集をお届けしたわけですけれども、やはりその時も感じたことなんですけれども、今日の世界は明日の日本ということだと思うんですよね。はい、もう見て見ぬふりというのは許されないと思うんです。日本国内におけるさまざまなその人権問題についてもですね、各方面から問題視し、それをこう改善するというようなことが行われているわけですよね。そういった中でね、今中国の国内、彼らが占領している地域で行われていることというのは人の命が奪われているようなことでもある、はい、そんなことに対して目を背ける、見て見ぬふりをするというのはこれは黙認するのと同じなの、うん、同じだと思うんです、はいはい、だから、かつてのトランプ政権最後のところでですね、ポンペオ国務長官がこのウイグルの問題についてジェノサイドだということを明言したこと、まあ、このことがですね、まあ、世界に広がり各国でもですね、これを認定する動きがこう広がってきたということなんですけれどもね、日本はこれを見て見ぬふりをする、あるいは妙な言葉で、ごまかしていくというのはもうこういうことは許されない、繰り返しになりますけども、私はそういうふうに思いますね。はい、大高さんはどのようにお感じになってますでしょうか。はい、この問題っていうのはトランプ政権の末期にようやくその名指しでね、まあ、ジェノサイド含めて出された問題ですけれども、実は1950年から中国が侵略を始めた時点から始まっていたことで、はい、うん、もういろんなそのエビデンスがあったのに、はい、国際社会は中国の13億の市場幻想に目がくらんで、そこは見て見ぬふりをして、まあ、豚を太った豚にして肥やすという、まあ、資本主義の論理で、うん、ある意味こう封印されてたんですけれども、でもやはりナチスドイツのホロコーストも終わりを迎えたように、私はもう本当一刻も早く中国共産党が形を変えてこういった弾圧が終わる流れに、世界中でそういう流れにしていかなければいけないと思います。そうですね、はいはい、ありがとうございます。ということでですね、あの 本日は、チベット、そしてウイグル、そして、内モンゴル、いわゆる内モンゴル自治区、南モンゴルですね、ご出身の方々のお話からまず、あの話を伺いたいと思います。まずはチベットのご出身で現在拓殖大学国際日本文化研究所教授のペマギャルポさんに、伺います。どうぞ。いわゆる新疆ウイグル自治区、ここのウイグル人の方々への弾圧が中国で行われていて、このことがアメリカの前政権の時にですね、
最後ポンペオ国務長官がこれはジェノサイドであるということを断言して、この話がですね世界中に広がり中国への非難が今広がりつつあるという状況にあるわけですけれども、はい、これ実際にですね中国の国内で、ウイグル人をはじめチベット人への弾圧も含めてですねどのような状況になっているのかということをお話しいただけますでしょうか。はい、まあ、先生ご存知のように現在中国は架空というか今までは存在しない中華民族というものを作っております。中華大民族というのはある意味で今までバーチャルだったんです。中華民族なんてこの世の中には存在しない。で今中国は大中華民族ということを作り上げて、でそのためにチベットやウイグルあるいはその南モンゴルその他のいろんな民族に対して最終的に仕上げるために言語を奪うと、それから宗教を奪うと、それからもう一つは愛国教育ということで中国共産党に忠誠を誓うというようなことが今徹底しております。でその中において、まあ、特に今現行で一番激しくやっているのは言うまでもありませんウイグルです。だけどチベットにおいてもあるいは南モンゴルにおいても似たようなことは過去にもやってきたし現在もやっております。でウイグルに関しては今先生おっしゃったようにポンピオ前の国務長官それからもちろんその前に議会です。議会がこれを法律を作ってそれをその政府がきちんと承認するようにというようなことになりまして、でチベットに関しては1961年頃だったと思うんですけど当時の国際司法委員会国連が中心になって調査をして、そしてその時に計画的組織的ジェノサイドが行われたというような判決が出たんです。でその時当時の日本からは田中幸太郎先生昔日本の文部大臣やったりそれから東大の法学部長もやったそういう有名な法学者も参加しております。でその時に英国大使館英国のある中国大使館にもですね、これを発表する前に反論を求めたんですけれども、まあ、中国はいつものことですけど無視した。で無視するということはある意味では黙認するということです。反論できないということです。で、まあ、今回そのウイグルに関しては前政権そしてそれに続いてブリンケン国務長官をはじめとして新政権もですね同じようにその中国が現在ウイグルにおいてジェノサイドをやっていると。でこれがもう今は英国やあるいはカナダなどもですね追随して同じような立場を示しております。でただまあ中国はもちろんですねそういうことを認めるはずもないんですけどこれが今の現状です。それからチベットだけに関しても例えば昨年のアメリカがチベット関連法というのは議会が2019年にやったものをもう一回再それにいくつか足して新しい法案が出たんです。で何を足したかというと今までのことに加えて一つはダライラマ法王の後継者これはあくまでもチベット人の問題であってチベット仏教の問題であってダライラマ法王ご自身がそしてチベットの伝統に基づいて選ぶべきだと中国政府がそれを押し付けてはならないということが一つの特徴です。でもう一つの注目するべきことは中国政府はアメリカに対して新しい総領事館を設けたいというような話が出てました。でこれに対して議会はもし万が一アメリカ政府が中国の新しい中国に新しい総領事館を作るとしたらそれはチベットのラサでやるべきだと、それを条件に中国と新しい総領事館を置いてもいいけど
それをやらない限りアメリカは新しい総領事館を作ることに対しては拒否すべきだということ、この2つが、まあ、加えられて、新たに 法律を作りました。でこれに関してはトランプ大統領も、まあ、離任するというか任期終わる直前に法律するために署名しました。でですのでチベットにおいてもですねウイグルとはその人数とかそういうのか比べたらチベットによっては1959年から77年頃までに120万人の人たちを犠牲にして、そして当時はもちろんその今のウイグルでやってることをやったわけですね。だけど去年1年間でも 1月から7月までに54万人借り出されてるんです。で中国政府が言うにはこれはチベットにおいて貧困をなくさせるためだと。でみんなに対して要するにそのどっか会社に借り出されて、そしてその給料を取るからだから貧困じゃなくなると言うんですけれども、実際は何かというとウイグルでもそうですし、あるいは南モンゴルでもそうですけど、伝統的な生活できないようにする。我々は遊牧民が半分以上です。ですからそういう人たちが借り出されると残されるのが老人と子供しかない。だから伝統的生活なんかできないんです。だからもし本当に貧困をなくそうと思ったら何もしないで我々放っておいてくれた方が貧困なくなるんです。だからそういう意味で中国は新しい強制労働使用場に人を入れる時も彼らに対して職を与えるための職業訓練だというような説明している。でこれに関してはウイグルでやっていることもチベットでやっていることもそんなに変わらないです。ただもちろんそのウイグルの方が今100万単位でやっていると、でチベットではまだ数十万単位でやっているということ、この違いがあると思います。で、まあ、こういうことに対してアメリカ以外のヨーロッパの国々、あるいはカナダとかオーストラリアとか、まあ、そういう国々も同様にこの問題に対して発言してますけど、まあ、残念ながら日本政府は未だにですね、政府としては公式に中国に批判するようなことは私は見てないんですね。だからこれは先進、特に G7 の中においても多分日本だけだと思います。まあ、そういうことで中国は今彼らが言うその2049年までに中国が世界制覇するということの目的を達成するために、まず中華大民族、中華帝国を作ると。でそのためにはその我々の存在を完全に消していこうというようなことだと思います。先生私たちは要するに中国に反対して、そして中国が世界覇権に握ったら大変だということを訴えている理由はね、私たちが今の日常生活で当たり前のことが当たり前じゃなくなるということをね、世界の人たちが認識してほしいと思うんですよ。もし世界中が中国的な価値観で支配されるようなことになったらどうなるかということを、今のチベットウイグル、あるいはその中国の中におけるその現状を見ていただければですね、よくわかると思うんです。だから私たちは中国だから憎いからというだけじゃなくて、今私たちがこの世の中でこう当たり前に思っていること全てが当たり前じゃないと、自分で職をちゃんと自分の自由で職を選んだり、あるいは自分の好きなことを自分の好きなようにやるとか、そういうことの自由がないということ、そして自分自身が信仰の自由もない、ましてやですね、自分たちの先祖代々、守ってきた大切な価値観とかそういうものも否定される、そういう世界が世界を支配するんだったら困るんじゃないかと。もちろんその民主主義もですね、完璧ではない。だけど少なくても民主主義国会においては私たちは、私のような人間でも日本の総理大臣を批判することができる、その場で逮捕されることもなければ、それで私が職を失うようなこともないんですけれども、そういうことが当たり前の世界になったら困るということをね、もっと世界中の人たちがそういうことの脅威というものを実感してほしいと思って、中国の覇権というか中国が今狙っている世界覇権を何とか阻止しなければならないということを思っております。皆さん実際にインタビューされていかがだったでしょうか。これ
本当ね、ペマさんがお話になっているように、当たり前のことが当たり前のことじゃなくなるっていう、その危機感、危機意識っていうものがあまりにもなさすぎると。で、世界がね、もう早い段階から、ウイグルのことなんかでもこのジェノサイドというような認定をしていたにもかかわらず、ほとんど我々日本人のもとにはこういうふうな情報っていうのは伝わってこなかった。これ一つは僕はメディアの責任だと思うんですよね。もうその意味でね、ちょっとこの話はそれるんですけれども、いわゆる南京虐殺っていうことでね、ことさら中国が日本に対して歴史戦を仕掛けてくる。これはね、あの対日戦、対日歴史戦という側面だけではなくね、結局自分たちに向けられる、いわゆる本当の大量虐殺、ジェノサイドをですね、そういうその批判を、この南京虐殺があったということで、自分たちが被害者を演じることで、これをこう避けようとしてるんだなということがね、だんだんこの分かってくるといいますか、こうではないのかなというようなことをね、僕は思っちゃうんですよね。あとね、やっぱり60年代なんかは、やっぱり中国、まあ、中国革命にね、はい、憧れる人たちが結構多くていましたね。でこのチベットのね、侵略をみんな解放だっていうふうに中国は宣伝してて、でそれを結構みんな信じて、信じてしまったっていうね、信じられないようなねことを、虐殺をやっていながら、それが解放だと、でチベットではねひどいことをもともとやってたんだと、でそういう人たちを我々は解放したんだというね、まるで正義を行ったかのような宣伝が行われてて、しかもそれがやっぱり当時ね、自由主義陣営でもやっぱりその共産主義に憧れてる人結構多かったから、それがどうしてもやっぱ浸透してしまったっていうのも一つ問題はあったと思うんですよね。大高さんいかがだったでしょうか。はい、そう、もうダライラマ法王は大悪党で、はい、ダラとしか呼んではいけないとか言って、で、ね、でその貧しい農道を押さえつけてたけれども、中国がチベットを近代化させたというプロパガンダを徹底して教え込んでるわけですよ ね、 本当にひどい話でした。今でもそのプロパガンダを続けてる、ね、続いてますよ、はい。でも本当にもう数百人以上の方々が焼身自殺をして中国政府に抗議をしている。アマさんなんかも灯油を飲んでね、自らの体に火を放ったりとか、本当に痛ましくて、どうしてそれしか手段がないのかというと、まあ本当冷酷なんですけれども、軍事力と経済力がないということに尽きるわけですよ。でそこをね、国際社会がまあ見て見ぬふりしてきてしまったんですが、ちょっと、まあね、アメリカもね、最初はやっぱり支援してたんですけども、はい、やっぱり米中国交正常化に向ける、はい、動きの中でやっぱりその支援も、チベットのへの支援をやめちゃったという歴史もありますしね。本当に、まあ、とも言葉がないですよね、この歴史を振り返ると、はいはい。続いてヤルポ先生のお話をもう少しお伺いしたいと思います。さて日本はですね、はい、この問題に、この中国で行われている著しい人権弾圧、はい、ジェノサイドに対して、はい、どのように向き合っていくべきかというのをお考えを聞かせていただけますでしょうか。まあ、本来であれば人権においては差別であってはならないと思うんですね。そういう意味で、例えばその日本国内においてはちょっとした男女差別でもあれだけお騒ぎにするということだけど、片方においては数百万人の人たちが殺されたり刑務所に入れたりことに対して何も言わないというのは本当におかしいと思うんです。これは大きな矛盾だと思います。人権に関してはこれは国境を越えて人種を越えて、人類の一つの課題だと思うし、まあ、そういう意味で人権は人である以上は、例えば個人に対して人権、民族に対して民族自決権、国家としては国家主権というものは
当然あると思うんです。でそれはどの国に対しても尊重すべきことであり、また適用すべきことだと思います。ただ残念ながら日本においてはメディア、特にその、大きいメディアなんかを含めてですね、特定の国に対してはすごく厳しくやるけど、特定の国に対しては見てみないふりすると、これは多分大きな自己矛盾だと思うし、日本自身の世界、国際社会においての多分尊敬を失うようなことになっていると思います。まあ、そういう意味で日本は人権は普遍的な価値として、やっぱりそのあらゆる民族、あらゆる地域に対して適用すると、でその場合にはそれを犯している国はどの国であっても批判するというような立場を取るべきだと私個人的には思っております。で特にその中国においてはそのウイグルとかチベットとか、あるいは南モンゴルのことだけではなくて、中国人もですね、たくさんの人たちが自分たちの自由を奪われているというようなことで、多分ですね、習近平が政権を取ってから共産党の党員だけでも100何万の人たちがクビにされて、共産党からクビにされるということはある意味ではもう一人じゃなくなるんですね。1年前のその人たちはいい職務を失ってしまうし、でそういうことにおいては本当はもうちょっと日本が中国に対して発言することは、それこそ中国14億人、今の中国の14億人というのはあれも含めてですけど、そういう人たちに対してもですね、黙っていることは裏切りだと思うんです。だそういうことに関して日本政府および日本のメディアはもうちょっとその価値基準を公平公正なものにすることが日本自身の国際社会におけるその立場をきちんとする意味でもですね、私は非常に重要だと思っております。最後にですね、はい、この2022年に、はい、北京オリンピックが、はい、今行われようとしておりますけどね、はい、このオリンピック憲章に照らし合わせても、このような著しい人権弾圧、はい、が行われている国での開催というものをですね、疑問視する声がようやくアメリカの方からも上がり始めました。でこれについてはどのようなお考えでしょうか。もうこれについては先生、むしろヨーロッパの国々の方がアメリカ以上に、うん、敏感で、今活発に動いてます。今180ぐらいの団体が世界各国で署名運動をやってます。で私たちも今日本で、そういう署名運動をこれからやっていこうと。例えばそのかつて、モスクワオリンピックの時に確か日本もあの時、ボイコットしたと思うし、そういう例が過去にもあるわけです。でここで日本が例えばその国として、オリンピックボイコットできないにしても、選手個人でもですね、ボイコットできると思います。この前、森首相の発言で、いろんな人がいろんな発言してましたけど、それだけ本当に人権とかそういうことに熱心であれば、その中国に行かないということもですね、各個人としてもできることでありますので、まあ、私たちは現在、いろんな言葉に、その共通の文書を作って、そしてその世界各国から署名を集めて、2022年の冬季オリンピックを何とかしても阻止したいと。やはりその平和の祭りとしてふさわしくない。でそれはなぜかというと、今現在中国において刑務所で死んでいる人、例えば今月になってもチベット人のチャンバーという人がガイドさんですけど、この人が国家秘密を漏らしたと。ガイドさんが国家秘密どのようなものを持っているか私にはちょっと理解できないんですけど、まあこの人も結局その刑務所で拷問をかけられて、その傷、その強引な拷問の結果として死んだんです。でこれが一つの例にすぎません。そういう人たちが今中国ではたくさんいるということですね。でそういうことを考えると、やっぱりその冬季オリンピックは何とかしても阻止することが必要だと思うし、それが政府だけじゃなくて良識ある人々が動くことが大切だと思います。追加でですね、はい、この拷問という言葉、なかなかこう日本ではこう一般の社会に、すぐにこう理解できない
言葉ではあると思うんですけども、具体的にどんな拷問というのが行われているんでしょうか。あの以前私たちは日本においてもアンニスティなどの協力も得て、かつてチベットの人で刑務所で拷問を受けた人たちを日本に招きして話し講演などしてもらったことあるんですけれども、例えば先生、女性に対してはあの下から煙を出して、それで上にこう吊るし上げて、で下から煙を出して、その上にあの竹の棒で竹の棒をくくって殴るんですよ。あるいはそのおっぱいをその竹で挟むようにして、拷問かけるとか、もうとにかくその煙を吸って拷問かけるというのはものすごく苦しいと言ってました。まあ、これが一つの例です。で、その他にあの女性の体内に異物を入れて、それからあの最近は電動のものまでも入れて、拷問をかけると、これは女性に対してです。まあ、男性に対しては多分あの、まあ、一番あの苦しいのはその男性の人たちに対しては強制労働、食事もちゃんとさせないような形で強制労働させると。であの外国からも例えばその今コロナウイルスの中で中国が一番今儲かっているわけですね。でその中には外国の企業、特にその外国の企業が中国から引き上げると困るから、それで今あのたくさんのウイグル人とか、まあ、チベットのその50何万の人たちもあの5万人ぐらいはあの中国がチベットで今軍事工場を作っているから、そういうところに借り出されて、残りはあの本土に送っているんです。でその中にはあの日本の会社も7つぐらい名前出ているんです。まあ、ただしその日本ではあの自分たちが調べたけどそういう例がないとか、いくつか返事する会社もあれば全く無視する会社もあるんですけど、まあ、そういうところにですね、あの例えばその強制的に、まあ、労働させると。でほとんどあの、例えばその中国の場合には洗脳教育受けるユニットと、それからもうちょっと軽い系の人たちは強制労働させるけれども、あのほとんど給料らしい給料ないんですよ。であの確か数十ドルの給料くれるんですけど、その中からあの歯磨き粉の代金とかそういうものを差し引いてから、最終的にはほとんどゼロみたいな形で、まあ、働かせていると。でまさに奴隷ですよ。あの今21世紀にまだ奴隷が存在するということも多分中国以外のところではないと思います。まあ、そういうことでその、まあ、肉体的な拷問で、もう一つは精神的な拷問ですね。精神的な拷問はあの自分たちが本当に信仰している宗教、それを否定させるわけです。でこれは人間にとって、非常につらいことです。なぜかというと自分自身の今の現世の命だけではなくて来世まで響くから。でそういうものに対してその最終的にはあの自分を間違ったと、自分は迷信を信じたり非科学的なものを信じたからということで共産主義を賛美するようなことをやることで初めて洗脳が成功したと、まあ、彼らからするとあの、まあ、なんて言ったらいいかな、そういう封建的な あるいはその非科学的な思想から解放されて、そして中国人の考え方に基づく一人前の人間になったというようなことが今行っています。あのこういうことは多分ですね、今世界どこ行ってもですね、あの、まあ、もちろんいくつかの独裁国家、特に中国がバックアップしている独裁国家でもあの結局安感があるからあの恐怖の政治やった方が、そしてその一時期においてはそれが成功するんですから、まあ、そういうことをやってる国も他にもあるかもしれませんけれども、あのしかしあのこれだけですね、世界に対して威張っている国、中国においてそのようなことをやっていることは、ね、信じられないことだと思います。でこれに対していろんな国からあの調査団を送りたいとかと言ってもですね、あの中国は受け入れてないような状況です。日本人への そのメッセージをですね、
いただけますでしょうか。そうですね、まあ、もちろん今現在ですね、中国に対して、いろいろ批判する上においては人権問題は無視できないことですけど、その根っこにあるのはやっぱりですね、多民族に対する侵略ですよ。で、例えばチベット問題、ウイグル問題、これら全てが民族自決権の問題だし、そしてその今アメリカの議会、それからインドの議会で議員によっては、例えばチベットを占領下の国家として認めようという法案が提出されたり、まだその法律までにはなってないんですけど、そういう動きがあります。ですからこの現在、まあ、無視できないのは人権問題であることは間違いないけど、もっとその根底になるのがやっぱりその中国による領土拡張主義、そしてその、まあ、覇権主義、これが、まあ、例えば日本においては尖閣諸島なんかもそうですけど、こういうことに対して、人権問題と同様にですね、重視していかなければならないと思います。人権問題だけで済むようなことじゃなくて、根本にあるのはむしろその他の民族、他の国に対する侵略行為だと思います。ありがとうございました。はい、大高さん、今のお話いかがだったでしょうか。ペマさんがおっしゃった拷問の話は決して誇張ではなくて、うん、私も実際にチベット亡命政権で、うん、チベット女戦士アマアデという本を書かれたアデさんにお会いしてるんですね。で、彼女も同じような証言をしてました、うんうん、で、今印象残っていることは、本当に質素な部屋にお住まいで、もうずっと、ね、チベットで投獄されてた方で、ようやく命からがらもう抜け出してダラムサラまで来たおばあさんだったんですけれども、うん、本当つらい環境の中でも信仰できる、世界に誇れる精神的な指導者、ダライラマのお膝元に入れて幸せだということをね、うん、言ってたのが印象に残ってます、うん、どんなに弾圧されようともチベットのスピリットは滅びないと言ってました、うん、今ね、そこのせめぎ合いですよね、うん、はい、本当に、はい、井上さんはいかがですか。僕はね、やっぱりこう、はい、ペマ・ギャルポさんの言葉の中でね、日本の信頼を損ないますよという警鐘、うん、これね、本当お話を聞きに行ってね、ずしんときましたね、はい、で、まあ、オリンピック、北京オリンピック の, このボイコットの話がありましたけどね、実はね、モスクワオリンピックに中国はボイコットしてるんですよ。あ、まあ、当時はね、これ中ソ対立でね、こういうことやってるんですよ。で、しかもそれはソ連がアフガニスタンに侵攻したということを非難した、その声が世界中に広がってこうなったわけですけども、今彼らはチベットやウイグルや南モンゴルで、とんでもないことをこうやっている、侵略行為です、うん、これに対して世界が声を上げてジェノサイドだと、当然同じことが行われてしかるべきだろうし、彼らは何も言えないんじゃないですか。いや、むしろそんなことはないというふうに強弁するのかもしれない。だけどそれは世界が許さないですよ。これは僕は本当にこのペマ・ギャルポさんのお話っていうのはね、一人でも多くの日本人に聞いてもらいたいなと思いますね、うん、はい、まあ、考えてみたらね、中国共産党建国1949年ですかね、建国以来ずっとこれやっておるわけですから、そう、もう遅きに失したって、もう遅きに失したんだけど、本当にもういい加減やらないと、うん、と本当にえらいことになりますよね、はい、はい、というわけで、続きましては日本にお住まいの日本ウイグル協会副会長のレテプ・アフメットさんのお話を伺います。どうぞ。中国人と全く異なる歴史、価値観、生き方、そして独自の言語や文化を持つトルコ系民族で、伝説的なシルクロード文化の形成にも重要な役割を果たした民族でもあります。で、1949年に当時のソ連の軍事介入によって、東トルキスタン共和国が崩壊して、今の中国共産党政権の支配下に入っています。
で当時中国共産党が入ってきた時には人口の数パーセントしか中国人はいなかったんですが、それも軍人とその家族がほとんどだったんですね。で70年間かけて大規模な移民政策を実施した結果、今では人口の半分を超えるぐらいの勢いで中国人が増えています。でその分ですね、中国人が増えれば増えるほど、その分ウイグル人たちの生活空間が狭くなっていく、どんどんと奪われていく。そして中国人ではその地元の文化を尊重する、それをその多様性を生かすという考え方がそもそもないので、ウイグル人の伝統や文化がどんどんと排除されていく、それに対する反発というものも当然ながら生まれるということの繰り返しが、そこでいろんな摩擦が生まれるというようなことの繰り返しがずっと続いてきました。で特にですね、2017年以降中国政府は、ウイグル人社会を徹底的に滅ぼすと、ありとあらゆる独自性を、力で消してやるという政策を、始めたんですね。でその結果ですね、2017年以降ナチス以来、人類史上最大規模というふうに指摘されているほどの、強制収容所が、ウイグルでできてまして、で大規模な強制収容所がたくさんできると、その中には、ウイグル人であれば誰もが、ある日突然連れて行かれると、で収容されるというような事態が起きています。でその収容所の数に関しては、専門家たちが、調べて出した結論というのは、1000箇所を超える、強制収容所ができているというふうに専門家たちが指摘していまして、その中に収容されている収容者の数についても100万、最低100万、そして300万、400万という指摘もあります。ちょっと中国は必死で隠しているので全容がまだ分かってないんですが、最低100万というふうにどこにでも普通に言われてますので、それだけを見てもですね、規模的にはもうすでに収容所の数にしても収容者の数にしてももうすでにナチスを超えているということになります。そしてその収容された人の中にはですね、特にウイグル人社会にとってなくてはならない存在である、著名な文化人、経済人ですね、そういった人たちが大量に入ってまして、そもそもその人たちが一掃されればウイグル人社会がもう成り立たないというような存在を片っ端から消していると。そしてですね、男性たちをとにかく収容して、残った女性たちには今度、大規模な不妊手術を強制しているというシンクタンクの報告書とかが出てまして、結構問題視されています。でそのシンクタンクの報告書を見ると、2017年以降ですね、男性を大規模に、収容すると同時に、女性に対する不妊手術の、強制キャンペーンが始まりまして、でそれを、特にウイグル人が密集して住む、南部のカシュガル、ホータンといった地域で、厳しく実施した結果、ウイグル人文化の、中心地であるカシュガル、ホータンといった、地域では、そのここにわずか2年でウイグル人の、自然増加率が、86% まで減ったと。そしてここ数年間でその強制不妊手術の、件数がですね、18倍にまで増えて、19万人以上に、強制不妊手術の強制が、行われているというふうに、専門家たちが指摘しています。つまり男性をとにかく収容して何百万という単位で収容して、そして残った女性が今度子供を産めないように対策を講じるということをやってるわけですね。でさらには生まれてしまった子供をどうするかということに関しましても、で何百万という単位の大人が収容されると、何十万という単位で子供が取り残されるんですね。その子供は子供で中国政府が引き取って、その親族とか他の残った家族がそれの面倒を見ることも許さずですね、子供は子供で子供専用の施設に取り上げて、そこで洗脳教育をやってるということが報告されています。つまり男性を無差別に収容する、で残った女性には不妊手術を強制する
子供が生まれてこないように徹底的に対策を取る、そして生まれてしまった子供には子供はまあ引き取って、ウイグルの伝統も文化もそして親の、なんですかね、愛情、まあ、そういったものから、もう完全に、引き離れた、環境で、まあ、中国人に育て上げるということを、まあ、徹底してやってるわけですね。つまり、まあ、こういったことで、ウイグル人の独自性、そのウイグルの独自文化が、まあ、継承されるルーツを、まあ、徹底的に断ち切ると、まあ、そうすればこの対策を まあ、5年も10年も続けてやれば、ウイグル人社会は間違いなく崩壊するというようなことを意図して、やってるんですね。でさらにはその、まあ、収容所から、たくさん収容所で死亡したという報告が、まあ、後を絶ちません。その中には、まあ、日本に住むウイグル人の家族も、含まれています。そしてですね、収容所から、収容された、まあ、その罪もなく収容された人々を中国のいろんな町に分散して秘密裏に移送して、でそこで強制労働、大規模な強制労働をさせているとで、そこで作られた部品が、まあ、日本企業を含めて、世界中の有名企業に渡っていると、まあ、サプライチェーンを通っていうことも専門家たちが、調査報告を出しまして、まあ、欧米ではですね、とにかくこの女性に対する大規模な不妊手術の強制と、この大規模な強制労働、そして子どもを大規模にこの親、あるいはその自分たちの伝統、文化、から、まあ、強制的に引き離すという、この行い自体が、そもそもこのウイグル人社会を崩壊する、まあ、滅ぼすと。いう、まあ、明確な意図を持ってやってることにも間違いないという見方が非常に強くて、まあ、それが結果として、今年1月にアメリカ政府が、ウイグルで今起きていることは、まあ、国際法上犯罪にあたる、ジェノサイド及び人道に対する罪にあたるというふうに認定しましたし、そしてカナダ議会、今年2月にカナダ議会と、オランダ議会も、今ウイグルで起きていることは、まあ、ジェノサイドにあたるという決議を採択してるんですね。つまりこれは国際法上明確に禁止されている犯罪行為が起きているというふうに、欧米政府は、まあ、今言い始めています、これによってですね、で犯罪であることをまず認めさせる、でそしてこれを、阻止するために、国際社会が、すぐにでも行動を起こさないと、あと、まあ、今4年間放置しましたけれども、あと4年も放置すれば、まあ、ウイグル人社会が崩壊するということが、今目に見えている、現実であります。で私たちが、まあ、日本に住むウイグル人としまして、ぜひともですね、その国際社会で今広がりつつあるこの、まずは起きていることが、まあ、犯罪行為であること、ジェノサイドであることを、日本政府もぜひ、しっかりと、状況を見極めてですね、しっかりと、しかるべき調査をして、情報収集をして、その上で欧米諸国と、まあ、連携してですね、これが、まあ、国際法上犯罪である、ジェノサイドに当たるということをきちんと日本政府としてもそういった判断に、まあ、至ることを期待します。そして、これが犯罪である以上、まあ、放置しないでほしい、これを阻止するために、すぐにでも行動を起こしてほしいと、思っています。そしてですね、まあ、日本企業の、まあ、無意識な関与が疑われている、その強制労働に関しましてもですね、アメリカやイギリス、カナダといった国々がすでに政策として、もうその強制労働の疑いにあるものを、輸入を禁止にするとか、あと一部の有名な企業も、まあ、自ら、撤退、そして、まあ、関与の疑いのある企業との取引の、まあ、停止、まあ、そういった踏み込んだ対策をもすでに発表しています。まあ、日本の企業や政府としても、ぜひ、似たような対策を講じていただきたい。そしてですね、まあ、日本に住む、そして日本もすでに日本国籍を持って日本国民の身分になっている人たちにまで中国政府が、その現地の家族を人質に取って、いろんな形で露骨な脅し、をかけてきています。でそこに対しても、しかるべき法的措置を講じていただきたい、というのが私たちからのお願いになります。
いやもうなんかね、聞いていたらこうもう胸が詰まってくるっていうかね、言葉がないですよね、言葉がないですよね、ものすごいこう思いをこう至ってこう冷静に、ね、うん、なってお話になってると思いますけど ね、これまさに今行われていることっていうのは民族の抹殺、うん、絶滅をこう、そうですね、目的とした、うん、ものであって人権弾圧だとかというようなものではもう、その収まりきらないものが僕はあったと思うんですよね、はいはい、やはりこうアフメットさんのお話の中でね、あの無意識な関与、これ本当一つ一つの企業がね、もう一度自分たちの今輸入しているあるいは取引をしていることの内容を精査する必要、これあると思うんですよ。これね、僕はあの国際社会と協調するまでもなく日本の企業が自主的にこれを行うべきことだと思いますよ、うん、はい、本当に、はい、大高さんは、はい、あのウイグルの方からいろんな写真とかね、はい、送っていただくんですけれども、やっぱり一番辛かったのが、あの3歳ぐらいの子供が川で凍死して川で凍ってしまってる写真があった。それでそれはあのアフメットさんもおっしゃってましたけれども、あの親子はやっぱり隔離されてしまって、でその子はお母さんを求めて抜け出してお母さん探して亡くなったっていうことを聞いて、で今の命がけの証言っていうウイグルの方の証言をまとめた清水智美さん、漫画のやつですね、はいはい、の彼女の漫画にもその子の絵が出てきて、やっぱり清水さんもお母さんで本当にこんな、ね、耐えられないことがこの21世紀に起きていいのかっていう、まあ、モチベーションもあってこの漫画を辛いけど書かねばと思って使命感に駆られて書いたってお話をしてくださって、そういうね理不尽なことが現在進行形で行われてるんです。本当に分かりました。あの今おっしゃってましたけども、日本にいる、ね、ウイグル人も脅迫を受けてると、うん、でそれに対する法的措置をという、これ本当にさっきペマ・ギャルモさんが最初に言った当たり前のことがあり当たり前でなくなるという、でもすでに日本で起きているということじゃないかなと思うんですよね。そうなんですよね。で、まあ、今は日本人ではなくてウイグル人の身に起きている だけのことかもしれないけど、いつ日本人の方にね、その矛先が向かってきてもおかしくない。もうすでにもう当たり前ではなくなってきているということを本当に感じないと本当に恐ろしくなるなと。うん、思いますね。だって日本での滞在ビザが切れたら戻るしかないじゃないですか、ええ、そうなんですよ。それ問題ですよね。で実際戻って亡くなっちゃった女性もいて、はい、この間産経新聞が報じましたけども、はい、東大を、ね、出て女性が、ええ、父親が故郷で行方不明になったからって言って、うん、みんなが止めたにもかかわらずやはり帰って亡くなってしまったと、うん、本当にもうなんてどうこれもう日本としてね、これやっぱそういうのを放置してるのは罪だと思いますよ本当にこれ、うん、絶対もうビザとか、はい、安定してね住めるようなんかこう、そうですよね、対策をね、まあ、亡命認めるでも何でもいいんですけども、はい、うん、はい、もう戻せないですよあんな国。本当そうですよね、はいはいはい。続きましてはですね、南モンゴルのご出身で現在、静岡大学人文社会学科学部教授の、楊海英先生にお話をお伺いしております。どうぞ。まあ、漢字で内モンゴルと書いて内モンゴル自治区と、まあ、あるいは内モンゴル自治区とか内蒙古自治区とか、呼ばれてますけど、モンゴル人のオリジナルの表現ではやはり南モンゴルなんです。でこの南モンゴルという地域ですけれど、なぜモンゴル人民共和国、今のモンゴル国ですけれどと、中国側にその、内モンゴル南モンゴル自治区が あるのかと、つまりどうして、2つのモンゴル人地域があるのかということなんですけれど、これ実は現代の歴史の結果なんです。つまり現代以前、近現代以前はモンゴルは一つしかなかったので、万里の長城の北側は全てモンゴルなんです。で、
現代においてその2つになった歴史っていうのは実は日本と関係が非常に深いわけですよね。というのは日本は1904年から、まあ、日露戦争の後ですけれど、満州とそれから、南モンゴルの、一部、これは全部日本の勢力範囲内でしたので、満州国の3分の1、それから1945年まで、まあ、日本で馴染みの深い表現ですけれど、毛教と呼ばれていて、まあ、あるいは、当時の正式な名称は、モンゴル自治法なんですけれど、この毛教あるいはモンゴル自治法、そして満州国の3分の1っていうのはまさに今の南モンゴルの3分の2を占める地域なんです。ですから3分の2くらいの地域が、日本の近現代の歴史と、まあ、連動しているわけですよね。一部は満州国、そして一部は毛教と、こういうふうに日本の歴史と、まあ、連動していたわけですよね。で、1945年8月に、まあ、日本が、満州とこの南モンゴルから撤退して、日本列島に帰ってきますけれど、この日本が撤退した後の南モンゴル地域が、中国の一部とされてしまうわけ。どうしてそうなったかというと、これ実は日本の、これもまた日本の現代史と関係があるんですけれど、まあ、日本の、領土北方四島がどうしてソ連に取られたか、今もロシアに取られたままになっているかということと、関係しますけれど、それは1945年2月に、ヤルタ協定という秘密の協定がありまして、これはロシア、ソ連とイギリスとアメリカ3カ国の秘密協定なんですけれど、この秘密協定で、ソ連が出した条件として、まあ、満州国と南モンゴルに出兵しますけれど、その代わり、北方四島は、ソ連が占領すると、そして南モンゴルは中国に引き渡すと、こういう取引があるわけですよね。ですから日本の、戦後処理の一環として南モンゴルが中国に売り渡されたわけですよね。このヤルタ協定というのは秘密協定ですので、当然その日本の北方四島がソ連ロシアに取られたのは不法である、国際法違反であるのと同じように、南モンゴルが中国に占領されたのも、違法なんですよ。国際法違法なんです。会談のその会議でですけれど、日本人もモンゴル人もいなかったわけで、この当事者がいない、国際的なこういう秘密の協定っていうのは違法なんですよ。こういうふうに、まあ、南モンゴルが中国の一部に、されてしまって、現在に至るわけです。中国にまあ占領されてしまった以上ですけれど、中国がじゃあこの地域をどういうふうに、統治するかという問題がまあ出てくるわけですよね。というのはここで歴史的な原因が2つまあ生じるわけですよね。モンゴル人はやはり、民族の統一、つまり、北も南も、区別なくこう一緒になりたいと、民族の統一を、進めようと努力してきたわけですよね。でこれは日露戦争の時、つまり1920世紀に入った直後ぐらいから、まだ当時は清朝ですけれど、清朝の時からモンゴル人も民族の統一、中国から独立して単独で一つの国を作りたいとこう、頑張ってきたわけですよね。でそこでこう日本がロシアに勝って満州国を作って、そして毛教を作ったわけですから、そうするとモンゴル人の一部は、これ日本はロシアにも勝てる、新興の新しくこう立ち上がった勢力であるということで、まあ、日本の力を借りてこう中国から独立しようと、
こういうふうに民族運動を始めたわけですよね。一方北の方もモンゴル人民共和国も社会主義国家だったんですけれど、やはり南モンゴルを解放して、民族の統一を実現しようと、これもまた彼らの政治的な目標だったわけです。ですから1945年8月11日のこの、日本ではソモ連合軍って言うんですけれど、ソ連とモンゴル人民共和国の連合軍が、南に入って満州と南モンゴルを解放するんですけれど、これはモンゴル人民共和国の歴史、あるいは今のモンゴル国の歴史でもそうなんですけれど、民族解放の戦争と呼んでるんですよ。モンゴル人民共和国からすると民族解放の戦争、南モンゴルの人からすると日本の力で中国から独立したいと。でこの3つのことがね、やはり中国からするとどちらもこう危険な思想であると、どちらも政治的には許せないことであるというふうに、こう過酷な歴史に対する清算が始まるわけですよね。まず日本の力を利用して独立しようとしたのは、これは対日協力であると。でこれは日本の侵略者に協力した罪はこれは重いと、これは清算しなければならないと。もう一つはね、モンゴル人民共和国と一緒になって、独立しようとしたのも問題である、こちらは民族分裂であると、こういう二つのね、歴史に対するモンゴル人の歴史に対する清算が始まりますので、1950年代から、中華人民共和国ができた直後から弾圧が始まるんですけれど、一番ひどかったのはね、1966年からのこの文化大革命の時ですけれど、大量虐殺、まあ、大虐殺ね、ジェノサイドが発動されるわけですよね。これは当時150万人弱だったモンゴル人に対して、34万人を逮捕して、で12万人に暴力をかけて身体障害者にしてしまって、で2万7900人、まあ、3万人近くが殺害されるわけですよね。これは中国の公式見解ですので、大幅にまあ縮小された数字なんですよ。実態はこれ以上だと思うんです。研究者たちはヨーロッパの研究者たちは10万人くらいと見ているんですけれど、まあ、こういうふうにね、過酷な弾圧が1970年代まで続きます。新疆でですね、ウイグル人ジェノサイドが、行われてきた一環として、2017年末そして2018年からですけれど、まあウイグル語あるいは新疆ウイグル自治区に住むこのモンゴル人、カザフ人、こういう民族のね、民族語、つまりモンゴル語、ウイグル語、カザフ語を用いた教育がね、少しずつこう廃止されていったわけですよね。新疆ウイグル自治区にこう30万人ぐらいモンゴル人がいるんですけど、もう全く今モンゴル語で教育はできてないんです。もう教科書も全部燃やされて、図書館の中のモンゴル語の本も全部捨てられてしまって、でウイグル人もウイグル語による教育を受けることができなくなってるんですよね。で彼らはこれを対テロ戦争の一環として、こうウイグル人を中華民族に改造するということで手応えを感じたと思うんですよ。でそこでこうなんていうかな、その政策をいきなり、去年から南モンゴル自治区でも導入しようとしたわけですよね。まあ、実際導入されてるんですよ。いきなりこう何の前触れも説明も政策もなく、こう去年の秋から小学校ではそのモンゴル語の国語教育だけ、国語と言わずにモンゴル語という教育だけ、科目だけ残して、あとは全部中国語に切り替えるわけですよね。そうするとこれはモンゴル人の学生さんにとってはモンゴル語だけっていうのも外国語みたいになっちゃうんですよ。で他はその算数、数学、物理、政治、歴史、公民、すべて中国語でやるから、中国語で思考する、中国語で物事を考える、
そういう人になっちゃうわけですよね。でそういうなんていうかな同化政策を、まあ、去年の9月から強制的に導入したわけですけれど、当然南モンゴルであるいはモンゴル国で日本でもう世界中のモンゴル人から反対の声が上がって、抗議活動もだいぶ続いたんですけれど、その中でですが9人がね、犠牲になりました。そのうち多分6人はですねこれ名前も確認できるんですけれど抗議の自殺なんですよ。あと3人はちょっとどういうふうに亡くなったかまだ真相が伝わってこないんですけれど、それから逮捕されたり、こうどっかに連れて行かれて行方不明になっている人たちがね現在8000人から1万人に上るというふうに報道されているんです。これアメリカにいる南モンゴルの人権センターとそれからヨーロッパにあるビッターウィンターっていう中国の宗教迫害を監視調査している人権団体ですけれど、彼らの報道によるとおよそ1万人のモンゴル人が拉致監禁されているんです。で私も時々ふるさとに電話したりいろんな形で情報を集めたりするんですけど、もうやはりねたくさん逮捕されてるんですよ。行方不明なんです。どっかにこう監禁されて、政治学習っていう洗脳教育を、強制されたり、あるいはもうなんていうかな、長期間監禁されて裁判にもかけられないまま今どっかに閉じ込められてる人もたくさんいます。今こういう状況です。世界中のモンゴル人が連帯を強め合って、中国のこういう私たちはこの中国の政策を文化的ジェノサイド政策と呼んでるんですよ。この中国の文化的ジェノサイドに断固反対すると、やめてほしいという政策行動をずっと続けてきています。で幸いモンゴル国では前大統領を含めたくさんのモンゴル人の熱心な支援をいただいてますし、日本でもですね産経新聞も報道して、いるように南モンゴル支援議員連盟を立ち上げて、で、ウイグル議員連盟、香港を支援する議員の方々とこう連携を強め合って、でこう中国に対してねこの人権状況を是正するようにという、 こう包括的な、制裁法案の、発動制定、そしてこうなんていうかな日本がこう先進国の中でも率先して先頭に立って中国にこう対してねこう正義ある行動を起こすよう今働きかけています。でというのはこれ特に南モンゴルの場合は単にこうどっかの少数民族の人権問題ではなくて、先ほど申し上げたように日本とも連動してますし日本の現代史の一部でもあるわけですよね。でそれから中国のこういう冒険的な覇権主義的な帝国主義的なこう全近代的な行動っていうのはもう日本の国益にもこう危害を及ぼすようになってきてるわけですよね。明確にもう尖閣諸島を狙うと言ってるし自国領だとこう主張してるし、それからもう海洋資源も大和鯛の魚とか小笠原諸島の赤サンゴとかもありとあらゆる資源が取られてるわけですよね。国内においても土地が買われたり、あるいは技術先端的な技術がこう盗み取られたりして、日本の国益がね現に中国によってこう損失をね被ってるわけですよね。だからこう中国に対してやっぱりこうきちんとした毅然とした態度を日本は取って行動に移すべきっていう行動を今私たちがモンゴル人だけじゃなくて、日本人の有志の皆さんとも一緒に行動してます。いやもうこうやってですねお三人の話を聞くとも怒りしか湧いてこないんですけども、あと戦慄ですよね、こんなことが今
世界のどこかで行われているんだという認識、これ本当に日本の公共放送も民放もどこもやっぱりこうこれだけきちっとした証言を報道するところがない、我々はすることがない、本来 NHK がやらなきゃいけないんですよね。本当にそうだと思うんだね。なんということだと、もう VTR 見ながら何度も私はもう無言で首を振ってしまったんだけども、言葉にならないです。放り投げてましたもんね。もう本当にもうボールペンをバーンともう投げるぐらい腹が立つっていうか。それでね、日本に80万人以上の、まあ、在日中国人の方いるわけですよ。で日本語もわかる、この番組見ていただいてる方もいるかもしれないですけど、やっぱりいくらね祖国に親兄弟人質取られてるとはいえ、こんなもう非人道的な祖国の行いに対してやっぱり沈黙してる場合じゃないですよね、同じ人間として、本当に何か現実と思えないですよね。あまりにもすごすぎてというか、あまりにもひどすぎて、かえって本当なのかっていうことを思ってしまうようなね。本当に明らかに中国共産党のせいで世界はおかしくなってるなと、もう間違いないですよね、本当に。ということで、次のコメントを、いただきたいと思います。次はですね、おなじみの中国問題の専門家で四川省出身の評論家の関栄さんです。どうぞご覧ください。なぜ中国はこういう民族弾圧を、繰り返しで今も続けているのでしょうか。まあ中国は、はい、まあ中国といっても言うず今の中国共産党政権、はい、あれそもそもあれ漢民族中心で作った政権であって、ええ、今の中国共産党の最高指導部、例えばチャイラ政文の政治局常務委員の7人全員が漢民族ということであって、そこで、まあ、昔から漢民族がいわゆる中華思想というものがあって、まあ、最初からね周辺の民族はね態度の民族とは最初から思ってないんですよ。要するに周辺の民族がもっぱら中国漢民族にね服従する、要するに中国の王朝にね服従して従わなければならない、従わなければそれを弾圧したり、さらに反抗すればそれジェノサイドをまあやる、まあそれはもう昔からまあやってきたことであって、で今の中国共産党政権がむしろ昔の歴代漢民族の王朝以上にね極端の手段でね民族の浄化ジェノサイドをまあやってきて、まあ今まで当然ウイグル人だけに対してではなくてチベト人に対してもモンゴル人に対してもねずっとこのような弾圧でまあやってきまして、特にウイグル人に対してすごく弾圧が厳しくなっているのはやっぱり例えばチベト人はね基本的にまあ仏教徒ですからね反抗するにしてもね中国共産党からすれば非常に仏教徒が心が優しいですから猛烈なそういうね反抗運動はやらないんです。しかしウイグル人は結構気骨があって命かけてもそういうね独立運動を勝ち取るということで、経済中共産党出した結論はもうウイグル人を要するに懐柔してそれでおとなしくさせるの無理であればもういっそのことこの民族そのものが消してしまえばという話になる。いやだからウイグル人の女性にね否認の例強制させる、要するにこれ彼たちの持てる方向が要するにこれから新疆という地域が自分たちのものにするんですけど、ウイグル人は、まあ、消してしまうというような、まあ、かなり長期的なプランで、幸いね
それ国際社会が、それが反発が始めて、それで、以前のトランプ政権が終盤になって、まあ、終わりが近づいたところで、あのジェノサイドをまあ認定した。じゃあトランプ政権が認定すると、当然バイデン政権がこの認定をひっくり返すことはもうできなくなっちゃうんですわな。トランプ政権がもし認定しなかったら、おそらくバイデン政権は何もやらないけど、認定された以上、まあこれをもう受け継ぐ以外ない。それで幸い、カナダの議会もそういう同じような決議を出して、最近オランダも議会も同じような決議を出して、おそらくそういう動きは今後、世界中で広がる。日本の国会では一部の議員はそういう声を上げたんですけど、まだ全体の流れにはなっていない。日本の国会はね、それこそ党派問わずにして、イデロギーも関係なく、人類の世界で絶対許してはいけないジェノサイドというものね、心のある議員はね、全員声を上げて、日本の国会でもね、同じような認定の決議、出さなければならない。もし出さなければ、日本という国はね、日本の国会はね、もうその時点でね、もう人権意識はもう深刻に問われてるんですよね。ですから、森さんの問題発言ぐらい騒ぐならばですよ、ジェノサイドでね、やらなければ政権党、やらなければ政権党が失格、野党がやらなければ野党はね、もう日本の野党も永遠に人権なんか語る資格はない。まあここまで来てる。まあそれはまず日本の国会にもそれを同じような決議を出すことを期待する。しかしそれだけでは不十分です。世界各国ね、それ認定した以上、ジェノサイドだと認定した以上、それね、完全とした行動を取らなければない。さもないと認定の意味もない。じゃあこの行動を、ね、止める、じゃあどうやって止めるか、まず第一歩はね、やっぱり来年の2月に予定されている北京の冬季の5人ね、一つはやり方としては、まあ、開催地を変更させるということ。参加国ね、5人の参加、みんなね、それで声を上げてオリンピック委員会に求める。それがもし叶えなかったら、じゃあ、最終の手段としては、もうボイコットすることも、それ、しなければならない。で、もしそれはね、何もせずにして、北京五輪をそのまま開催させたら、これね、オリンピック史上のおでんだけじゃなくて、人類史上の大いなるおでんですよ。要するにね、自由世界が、我々人類が、北京のジェノサイドを容認してしまったという話になるんです。だからまず、北京五輪を開催させないというのは、まず、国際社会はまず取るべきね、最初の、まあ、第一ステップの、まあ、そういう行動だろうと思いますよ。はい、ジェノサイドとして認定して行動していくと。それジェノサイドを認定して行動するのはね、ウイグル人のためであると同時にね、我々自身のためでもあるんですよ。というのは、ああいうよその民族に対して公然とジェノサイドを行う、それで行動を止めない限りね、これから中国共産党政権、中華帝国の膨張に従ってね、そういうジェノサイドを世界的に広がるという危険性十分あるんですよ。要するにウイグル人の地球から消してしまってから、他の民族にね、矛先を向けてくることが十分あるんです。いずれが日本民族にね、そういうジェノサイドのね、脅威がね、及んでくる可能性も全くないわけではない。特に中国共産党の反日教育からすれば、むしろ日本民族こそね、中国にとっての、あるいは漢民族にとって、あるいは中華民族にとっての副大伝の敵ですからね。だから中国人、多くの中国人の心の中で、いずれが東京大虐殺を、まあ、やってみようじゃないかと思ってる人、まあ、結構多いと。ただ決してウイグル人の問題をね、日本人は一言では思えない方が、要するに世界を守るために、日本を守るためにも、日本はそういう断固とした行動を取らなければならないと思います。
大高さんいかがだったでしょうかね、今の話。まあ、本当ね、今日一連の話を聞いて、うん、ウイグル、チベット、南モンゴル その特に女性の置かれた立場とか、はいはい、やっぱり今の日本社会で例えば森さんの女性蔑視発言とか、うん、70年前の従軍慰安婦の話とか、そちらをこう強調している一部のフェミニストの方々の罪深さというのはすごいあると思うんですよ。つまりこういうことをやる、フォーカスすることによって現在進行形で行われているこの人権侵害、特に女性なんか顕著ですけれども、そこが目くらましになってしまっているという、うん、でもう地上波も森さん森さんってやって、どうして今この行われていることをやらないのかって、はい、うん、本当にね、ちょっと怒りを覚えますね。日本人目覚めましょうと言いたいですね。そうですね、まあ、あの慰安婦問題について言えばね、はい、あの同時に北朝鮮、現代の北朝鮮における、ね、女性の人身売買って大変な問題だ、脱北者の女性がもう、ね、それこそ本当に性奴隷にされている現状があるわけですよ。それを何も言わずにですね、そう、あの日本軍の慰安婦について、あの性奴隷だ性奴隷だと、そう、それこそ本当濡れ衣なのに、でしかも4月から教科書に従軍慰安婦という言葉が復活するなんて、はい、こんな馬鹿げた話ないですよ。おかしな話ですよね。なんか、うん、本当に世界がおかしくなってるなと思う、ね、おかしい。そう、あのね、まあ、白いジャケット着た女性集団、うん、フォーカスする問題間違えてますよ。もっとやることあるでしょうっていう、うん、その後はいいですよ、森さんでも。そうですよね、うん、本当に。日本はなんで黙ってんだっていうこと、うん、もう本当に小島さんと今大高さんと3人でこれ VTR を見ながらね、もう苛立ち、私頭きてね、外務省電話したんですよ、ジェノサイド認定してないから、うん、アジア二課っていうところが出てですね、いや日本はジェノサイド条約批准してないんで、ブツブツブツ、じゃあちゃんと認定しないんですか、いやそれはまだ断言できない、もう模範的な官僚答弁でね、心も感じないしですね、国家としてのね気合も感じないしですね、もう本当に嫌だったな。まあ、あの以前申し上げましたけどね、あの拉致問題でね、ある人権問題だって言って、ね、国際社会に訴えて、でこれ問題で、ね、何も知らんぷりしてたらね、もう本当に恥ずかしいですよこれ、うん、もうなんか見応えしそうなぐらい恥ずかしいですよ、今これ。あの皆さん見てご覧のようにね、あの小島さんも大高さんも私もこう目がこう赤くなってるっていうのはね、これ見ながら本当にね、もう目がもう涙が本当ね溢れてくる、そんな思い、もうおえつをこらえてというようなね、まあ VTR を見たわけですけども、はい、続きまして、あの本日最後になりますけども、作家でジャーナリストの門田隆書さんのお話をお伺い、ご覧ください。どうぞ。平和の祭典であるべきオリンピックにね、うん、この中国でこのオリンピックが開かれると、うん、これ今のこの著しい人権弾圧が行われているこの国でね、行われているこんなオリンピックに日本は参加すべきなんでしょうか。うん、これはね、あの参加すべきでしょうかというとすべきでないんですけど、これはあのものすごい、その平和の祭典がジェノサイドのこの非難を受けている国で行われるかどうか、北京冬季五輪、この問題っていうのはこれからこの半年ものすごい戦いになると思います。で1936年のやっぱりベルリンオリンピックのこのやっぱり、歴史を持ってますから、これをヨーロッパ、東欧、そしてアメリカ、これはものすごいその反戦材料として持っておりますので、これはあのボイコットへの道というものはかなり強くなっていきます。その時に日本だけは、これはウイグルはそんなことは行われていませんと、虐殺ジェノサイドは行われていませんということで、これを参加するというならば、これは日本は中国側に立ったということです。要するに人権民主自由の普遍的価値と、それの欧米と日本があの価値観を共有しないということを示すことになりますので、これは当然できません。だからあの私、北京冬季五輪を
中止に追い込むんではなくて、この早く代替地ですよね、これの議論をしなければいけない。それで今現在どういうことが起こっているかというと、中国はウイグルの家族のこんなに幸せですっていうのを大量に今発信してるんです。だからそういうデタラメを言うなということで、膨大な私たちは幸せに暮らしています映像をこの世界が嘘を言ってるっていう形でどん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 やってますけど、しかし中国衛生健康統計年間という中国側の資料で、もう19倍、2014年から14、15、16、17、18の5年間で、ウイグル女性に不妊手術がこれで 18.6 倍、まあ19倍なんですけど、これが急増していること、そして男性に対しては12倍、そういうことが中国側の統計年間にももう出てきておりますので、で亡命した人たちの実名証言をはじめとして、これだけのこの事実が明らかになってきている中で平和の祭典をやることは、これはもうベルリンオリンピックのこの本当に反省してたのかと、1936年のこれ国際的にユダヤの虐殺と踏まえてですね、これをなぜ許したのかっていう、それが平和の祭典のオリンピックのこの戦後のスタートだったのに、それを今まさにそれを繰り返す時が来てしまったので、何としても日本は逆に国会で、政府ができない場合はまず国会で議員が動いてそれの決議をする、そのまずジェノサイド非難決議をやる、そして宣言もする、国際調査団、このウイグルへの国際調査団を結成することの呼びかけとか、もうさまざまなことが国会に求められている。日本の国会はこの普遍的なそういう価値観に基づいて世界をリードする時が来たので、ぜひやってほしいと思います。井上さん、いかがでしょうか。本当にね、門田隆翔さんの力強い言葉、はい、我々の決意と覚悟、これが必要なんだなと、うん、いうことをね、再認識させられますよね、はいはい、このオリンピックについてはね、本来おっしゃるように平和の祭典である、うん、その平和の祭典を政治利用する、そういうことが1936年のベルリンでも行われて、その3年後に戦争が始まったと。まさにこの中国が北京オリンピックを境にね、何をしでかすかわからない、うん、これ本当に今そういう状況になりつつあるというふうに言わざるを得ない、ような今動きというふうに見て取れるわけですね。だからこれはね、もうただこうこのような形でね、チベット、ウイグル、そして南モンゴルの現状を、そこ出身のこの地域出身の皆さん方の証言をこうやってまとめて聞きますとね、本当に言葉にならない恐怖と我々は怒りを覚えますよね。そうですね、はい、もう全体がこう見えてくると、なんか大田さんそんな感じがするんだよね。そうですね。でやっぱり、うん、中国共産党の愚かしさと、うん、これだけ戦略持ってやってるけども、やっぱり世界の人を舐めてるんじゃないかって、そんなね、うん、ウイグルの私たち幸せですなんていう VTR とか、現に日本で売られてる雑誌でもね、うん、中国系のそういうの記事あるんですよ、うん、誰が信じるの。本当に今ジェノサイド弾圧されてるからこそ、そういう幸せですっていうものを流してるって一目瞭然で世界の人分かっちゃうのに、それをなんか騙せるかと錯覚してやってる中国共産党の愚かしさで、そんな共産党が世界で覇権を握るなんてビジョン掲げて、世界中がこれノーですよね。そういうのを少し自覚していただきたいですね。そうですね。ただそれをね、金の力で、はい、
まあ、信じさせようとしてきたというか、信じたふりをしないといけない人たちも多くて、はい、やってこれまでやってこれたというのが中国ですから、はい、そこは本当にね、もう今考え直さないと、そう、本当ポイントオブノーリターンに来てるような気がしますよね。そうですね、はい、本当に井上さんがおっしゃった通りね、こうやってチベット、ウイグル、そして南モンゴルの、ね、方の証言をまとめてこうやって放送するというのはね、多分私の知る限りこれまでなかったと思うので、本当にご覧になった方も大変し、もしかしたら精神的にしんどかったかもしれませんけども、本当にこの問題、本当にまあ一緒に皆さんもね、考えていただければと思います。我々この問題を引き続きこれからもですね、追求していきたいと思います。皆さん、今週の産経ワールドビューいかがだったでしょうか。最後にお知らせをお届けいたします。まず4月1日発売の月刊正論5月号、このような表紙になっております。はい、井上さんはね、今回は、日本が好きで宝田明さんと、そうなんですよね、大俳優の宝田明さんにお話を伺いました。本当に大御所との答えなので、はいはい、お楽しみに。続きましては、ツアーのご案内です。5月にですね、新潟の、佐渡島を、訪れます。こちらの方も、どうぞお申し込みくださいませ。今週のアネックスは、井上さんと大高さんです。今回はどんなお話が飛び出すか、楽しみです。続いて共産のお願いです。今後の取材、番組の質の向上のため共産していただける、企業団体個人の方を募集しております。どうぞよろしくお願いいたします。そして、チャンネル登録のお願いです。新しい番組の お見逃しがないように、ベルアイコンをクリックいただきますと通知が入ります。皆さんのお手元に新しい番組の配信の通知が行われますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、こちらです。ではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。Ooh.